松添さん、はい、あれなんですか、あの劇場でっていうの。ひどい。私行ってませんから。あ、そう。松田さんじゃないんですね。じゃあもう絞られた。でも世間の声はほぼ松田さんで。でもね、猪瀬さんって現職の国会議員なんですよ。で、私はもう普通の人ですから、はい、普通の現職国会議員は実名で言うべきなんですよ。はい、猪瀬国会議員がこういう悪い態度でした。うんうん、今柿沢国会議員がいろいろ問題になってる。けど某国会議員だって言わないじゃないですか、うん、だから明確に公人に対しては名前を出してほしい、はい、そうしないと旗迷惑。そうですね、そうですよね。ホンダ巻き込み事故。そうですよ。内輪差は松江さんの方が大きいから。